古川清は、日本の現代音楽の作曲家、メディアアーティスト、東京芸術大学教授、国立音楽大学講師、東京都文京区生まれ、高校時代に、入野義郎に作曲を指示し、高校卒業後間もなく届く。1979年から1984年まで、ベルリン芸術大学にて、陰一層に作曲を指示し、 また並行して1982年から1985年までベルリン工科大学に在籍し、コンピュータミュージックを学び制作を行う。1984年より、ハンブルク音楽演劇大学作曲、音楽理論家にて、ジェルジュリゲティに支持し、1988年同学科を終了。終了後間もなく、同大学にリゲティが開設した、微分音。 電子音、コンピュータ音楽のための研究所において、マンフレート・シュターン家と共に発足メンバーとして参加の後、1991年、ハンブルク文化庁の女性により、ミュージックメディアラボを創設。同年、スタンフォード大学、車に派遣され、ジョン・チャウニングのもとで、客員研究員。1993年、ジーメンス文化財団のプロジェクト基金を得て、 カールスルーアートメディアセンターでプロジェクトを行い、以降現在に至るまで同期間において断続的にプロジェクトを行う。1995年から99年、ハンブルク音楽演劇大学イメイクにて講師を務めるも、2000年、東京芸術大学先端芸術表現科の新設に伴って帰国。作品は新しいメディアと音楽の接点において成立する。 ものが多く、1997年の ZKM の新刊のオープニングでは、移植を受けて、マルチメディアオペラ、まだ生まれぬ神々へ、を、制作、作曲。2000年より、東京芸術大学、先端芸術表現科教授。現在、同大学、芸術情報センター長を兼任、学外の研究者などと多数の共同プロジェクトを、行っている。 理科学研究所客員主管研究員2008から2013ハウで演奏するノウハウ音楽プロジェクトのほか音楽社会の中で表現行為が起こる場新しいアートの形を探して2002年より新しいメディアを使ったワークショップを世界各国で行っている2007年アルスエレクトロニカデジタルミュージック部門審査員日本電子音楽協会理事 先端芸術音楽創作学会副会長。細川俊夫、島津武人、三輪の正宏とは、陰位層のもとで同時期に学んだ兄弟弟子。近年は後進の育成にあたっており、浜野俊之や松本明彦といった音楽家を世に送り出している。ありがとうございます。